こんにちは、コストコガイドの浜美です。私はコストコが大好きすぎてブログやウェブメディアなどでコストコ専門ライターをしています。今回は2020年7月のフードコート新商品アジアンチキンサラダをご紹介します。お値段は680円。コストコのフードコートサラダといえば、筒状の長いカップに入ったガーデンサラダが販売されていましたが、昨年の2019年夏にチキンシーザーサラダへと切り替わりました。その時に容器も正方形のタイプに変わっていまして、今回もチキンシーザーサラダと同じ四角のタイプではないかなというふうに思います。フードコートは今予防の観点から、今まで置いてあった場所にスプーンやフォークなどの付属品が置かなくなった店舗が多いと思います。お会計の際に必要な方はフォークやスプーンなどをくださいと申し出るといただけるので、お会計時にはフォークくださいというふうなお声かけをお忘れなく。では早速蓋を開けてみましょう。結構硬いですね。よいしょ。こんにちは。たっぷりの野菜とチキン、そしてこのトッピングされてるのはナッツですかね。あとなんかこのちょっとパリパリっぽい感じの雰囲気のやつがありますよ。では早速全計測いってみたいと思います。その前にサラダ全体の内容量を調べるために、まずパックで重さを測ります。あとで空パック容器分を引いて内容量をチェックしたいと思います。全体で 542g です。ここからパックの重さを引きます。はい、では細かく分析していきたいと思います。ドレッシングは後付けタイプになりますね。チャイニーズドレッシングって書いてありますね。賞味期限は2020年の6月23日です。ドレッシングが後付けだと野菜の新鮮さが保たれていいですよね。綺麗にトッピングされてるというよりは、チキンです、パリパリです、人参です、キュウリですみたいな感じで、ドカドカドカと部位別に乗ってる感じですね。というわけで解体が終わりました。イエーイ。はい、ということでこちら具材の重さの順位別に並べてみました。こちら、左下からこういう感じで1位2位っていう感じで、こちらが、また最後の方の順位がこちらになります。具材の方をご紹介していきますと、一番重量があったのがこちらのチキンですね。 118g たっぷり乗っていました。そして2位の方はドレッシングですね。チャイニーズドレッシングで、こちらは 100g たっぷり入ってました。そしてちょっと意外だったのが、このパリパリ、ちょっと片焼きそばみたいなパリパリした麺なんですけれども、こちらが 89g ありまして、この多分全体のバランス見ていただいても圧倒的に多いんですよね。なんか上からパッと見た時はレタスが結構下の方に引き進められて、麺はトッピング程度かなと思ったんですけれども、結構かなりの割合を占めているパリパリです。そして4位がレタスで、こちらは 55g 入っていました。そして5位が人参、 43g ですね。千切りの人参がたっぷり入ってます。6位が紫キャベツになりますね。こちらは、36g たっぷり入ってました。トッピングの中でこちら紫玉ねぎの方もごちゃごちゃになってて、一瞬ちょっと引っかかりそうになっちゃったんですけれども、赤キャベツと紫玉ねぎっていうのかな、紫玉ねぎかなが入ってたので、ちょっと違う種類でした。ちょっと引っかかりそうになりました。そして、同着なんですけれども、7位がきゅうり 33g と、先ほどご紹介した赤玉ねぎ 33g、 両方 33g 入ってました。そして最後の方がナッツですね。砕かれたナッツ、こちらは 12g、 本当にこちらはトッピング程度に入っていましたという感じになります。そして空になった容器、こちらは、39g ありましたので、ドレッシングも含めて内容量としては、503g たっぷり入ってきていたことになります。そしてドレッシングが 100g あったので、具材だけだと 403g になりますね。
前作のチキンシーザーサラダはドレッシングも含めて 550g 入っていたので、正直なところ前作のチキンシーザーサラダは680円同じ価格で 50g 多かったので、単価だけ考えると前作の方が単価としてはお得だったという結果になりました。あとはお味を見てみたいと思います。では早速盛り付けていきます。どう見てもこのパリパリが多いですよね。もうなんかサラダっていうよりも片焼きそばサラダって感じですかね。手で切れるようにところ書いてありますね。手で切れるように書いてあります。半分残しておきますね。はい、こちらが盛り付けた図になります。こちらの元々の容器、透明な容器なんですけども、こういう感じで入ってて、透明な容器に入ってると680円の割に小ぶりなのかなと思ったんですけれども、お皿に出してみると結構ずっしりあります。こちらのお皿は大人がカレーを食べる用の大皿になるんですけれども、たっぷりです。結構入ってますね。で、会員証との比較はこういう感じになります。なので結構中としてはギュギュッと詰まっている感じかなと思います。では早速いただいてみたいと思います。いただきます。まず気分的にチキンからいってみますか。チキンからよいしょ、ね、いただきます。うん、チキンはすごいしっとりしてます。胸肉だと思うんですけれども、パサつく感じはなくて、しっとりとしてほんのり塩気と甘みとあって美味しいです。すごく食べやすいです。と一緒にちょっとパリパリとかもってみますね。いただきます。ちょっと食べにくかったのでお箸でいきます。はい、食べてみた感想なんですけれども、こちらですね、まずドレッシングの方なんですけれども、こちらは醤油感が強いごまがちょっと入っているドレッシングになります。酸味とかじゃなくて醤油系の味が強くって、まあ、少しちょっと油分がある感じですね。すごい馴染み深くて食べやすい味です。すごい奇抜に突拍子もなく攻めてくるのではなく、あ、ちょっと食べやすいな、どこかで食べたことあるなっていう感じのドレッシングの味でした。全体でこちら食べてみると、一言で表すならサラダ片焼きそばですね。前計測で解体した時に見ていただいたと思うんですけど、ちょっとごめんなさい、ちょっと失礼しますね。その片焼きそばの割合がすごい多いんですよね。すごい多いので、サラダというよりは片焼きそばの上にサラダが乗ったサラダ片焼きそばっていう感じです。これ一つでも一品として主食として食べれる感じだと思います。フードコートは180円のホットドッグなどコスパが良い商品が多いので、サラダで680円というとちょっと正直高く感じてしまいますよね。私だけでしょうか。680円あればフードコートの大きいチーズバーガーが食べれちゃうので、そう思うとどっちを選ぶかっていうのは難しいかなとは思います。ただこちらも片焼きそばが入った主食のもうサラダ片焼きそばという一品としてなら、これで昼食にするっていうならありじゃないかなと思います。フードコートはジャンクフードのメニューが結構多いので、ヘルシー路線で攻めたいなという方はこちらの片焼きそば風のサラダ、アジアンチキンサラダを選ぶと良いと思います。全体的に意外性というよりは馴染みやすい万人受けする醤油ベースの中華だれで、子供も大人も食べやすいと思います。特にこの鶏胸ですね、すごいしっとりとしていて食べやすくて美味しいです。注意点としてはですね、ドレッシングが1回の1袋に結構たっぷり入っているので、一気にこうやってかけてしまうと味が濃すぎてしまうかなというのがあるので、ちょっと半分ぐらいかけた段階で混ぜてみて、お好みで量を調節するといいかなと思います。あともう1点なんですけれども、この買ったばかりの容器はこの容器なんです。この容器にぎっしり入っているので、店内や車内で食べるときはこのプラ容器の
サラダにブーッとドレッシングかけると混ぜるのがちょっと大変かなと思うので、この蓋に半分とか3分の1ぐらい乗せて、ちょっと取り分けてからドレッシングを入れて、それを合体するとうまくドレッシングが全体に馴染むかなという印象です。全体的に万人受けする食べやすい馴染み深いサラダ片焼きそばという感じでした。気になる方はフードコートを覗いてみてくださいね。店内のサラダ商品は1000円を超えてくるものが多いので、夕食にサラダ作りたくないという方はフードコートで買って帰るのもいいかもしれないですね。以上、フードコート新商品アジアンチキンサラダのご紹介でした。シーザーチキンサラダの時もそうだったんですけれども、すごいしっとりしといし、では早速蓋を開けてみましょう。お、こんにちは。この前に計測だな、ちょっと失礼します。私はコストコが大好きすぎて、コストコのお得情報や裏技などをちょっとマニア的にブログで発信しています。ツイッターやインスタグラムでもコストコのお得情報を発信しています。 URL を概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。 YouTube のチャンネル登録やグッドボタンを押していただけたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。